ベルマーク・ベルマーク運動は、学校をはじめとする教育施設や、公民館をはじめとする障害学習施設の、教育環境整備への助成と、交通などの面で、ハンデキャップのある参観、離島の学校や特別支援学校、院内学級や被災校、発展途上国の教育に対する援助を組み合わせて、行われる運動である。朝日新聞社創立80周年記念事業として1960年に、 始まった。ベルの形は国内外のお友達に愛の金を鳴り響かせようとの意味合いがある。しかしながら手作業による煩雑な仕分けや集計の作業が必要で非常に非効率なため多くの批判が生まれており廃止する学校も増えている。商品の包装紙やパッケージに付けられたベルマークを切り取り学校、団体ごとに集めて財団に送ることにより1点あたり1円が それぞれの団体のベルマーク預金になり、たまった預金で自分の学校、団体の設備品などを購入できる。たまったポイントで商品と交換すると勘違いされることがあるが、あくまでも預金で購入するシステムである。さらに、この設備購入代金の1割が PTA からの寄付金となり、平基地にある学校などの援助に役立てられる、ベルマーク運動の変わらない仕組みである。マークは、 共産会社と呼ばれる企業の製品パッケージなどに印刷してあるが、使用済みインクカートリッジの回収や、グリーンスタンプのように商品にマークがついているのではなく、ベルマーク点数と交換する仕組みのものもある。これらの商品には、食品、文房具、日用品といった家庭品が多く、2000年以後は保険会社やエプソン、キャノン、ブラザー販売が、 使用済みインクカートリッジ回収で協賛している。2011年には紙容器のリサイクル回収で日本テトラパックが参加した。平成31年には小学生がベルマークの型抜き装置を公安取得許を取得した。ベルマーク運動への参加登録は幼稚園、学校や公民館などに限られ個人や企業での参加登録はできない。学校、団体ごとにマークを集めて ベルマーク教育女性財団に送付すると1.1円換算で預金化されそれぞれの口座に貯まる。貯まった預金を利用して協力会社から自分の学校などの設備や教材を購入することができる。協力会社は楽器や自転車のメーカー、事務機器メーカー、書籍取り継ぎ店、スポーツ用品メーカーなどで参加学校、団体には年に2回各社の主な 取扱い商品を掲載したお買い物ガイドが送られる。以前は消耗品が購入できないという規則があったが、今は協力会社が扱っている商品であれば何でも購入できる。購入代金の10%が協力会社から PTA などに戻され、ベルマーク財団に寄付されるのもベルマーク運動の特徴である。これが援助資金としてプールされ、 壁地学校や特別支援学校など援助を必要としている子どもたちのために使われている。1990年代後半からバブル崩壊に加え教育施設の設備の充実や少子化が進んだことから協賛会社の撤退が相次ぎ運動は弱体化したが2007年から再びマークの年間周評点数は増える傾向にある。二千六年には大学や短期大学など これまで PTA がなかったため参加できなかった学校や公民館や生涯学習センターなどの社会教育施設にも参加資格が拡大された。また点数収集についてもリサイクル教育を兼ねた方法としてエプソン、キャノン、ブラザーのプリンターの使用済み純正インクカートリッジ、トナーカートリッジと交換したり、テトラパック製の乾かした紙パックと交換で、 ベルマーク点数証明書を付与したりしており、ウェブ店舗での商品購入など、ネット販売でマークを提供するスマイルピースが共産し、広がりを見せている。一方、援助の面では1998年から、ベルマーク預金を直接援助資金に寄付することができる UI 援助の制度ができ、日本国外や災害も対象になっている。東日本大震災では、緊急 UI 援助の 寄付呼びかけが行われている。最低限必要な作業は以下の2点のみである。その他の作業は各学校が独自で行っている作業であり、例えば切り方に決まりはなく形通りに切る必要も、つながっているマークを切り離す必要もない。セロハンテープで台紙等に1枚1枚きれいに貼り付ける作業は不要である。商品のパッケージについているベルマークをハサミで切り取る。 会社別に点数が書かれた指定袋に、入れ必要事項を記入する。幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、公民館や福祉施設。当初の参加校は2263校であった。2016年現在は2万7000校が参加している。小学校の参加率は、全国平均で68%。 中学校で62%。2015年現在、日本全国で累計1200万点を突破した学校は11校、あり、うち9校が小学校である。協賛会社は商品にベルマークをつける権利を持つ会社である。2020年4月現在52社。ただし、協賛会社のすべての商品にマークがついているわけではない。共産会社が脱退した場合は、契約により、 脱退から6ヶ月間以内に財団に到着したマークのみ有効になる。価格競争の激化、ご助意識の薄れ、不景気の影響などからマークをつける商品を減らしたり、1960年の運動初期から参加していたライオンが2008年3月、限りで撤退したりしている一方で、アイオイニッセイドは損害保険を皮切りに、保険業界から3社が参入、ファミリーマート、 キリンビバレッジが2008年、スミトモ 3M が2009年から参加するなど新たな動きもある。2014年からはイオントップバリューが参加。プライベートブランドとしては初めての参加となる。共産のメリットとしては、まず、文部科学省を住み付きの教育女性活動に参加していることに意義を持ち、企業のブランド力、イメージを高められることが挙げられている。例えば、 創立当初から共産している自動用シューズ製造のラッキーベルなどはこのベルマークが社名の由来となっているほどである。それから共産企業の営業活動においてベルマーク運動参加の参加団体から優先される点も大きい。また市場調査費を計上することで同時にマーケティングリサーチを行える点がある。これは設備の購入負担金を必要とする一方で どのエリアからどれだけ購入、消費されたかを測る目安にもなる。一方で、協賛会社は、経費負担として分担金、市場調査費負担などが必要になる。市場調査費のうち、0.25円分が運動と財団の管理、運営費に充てられている。また万が一の時のための保証金など、それなりの金銭的費用を必要とする。 共産会社には、主として参加企業順に番号が付されるが、創立当初は3桁の番号であり、現在の番号順に振り直されたのは1970年代、中期あたりである。この番号は、各参加団体が収集したマークを、企業ごとに整理、集計する際などに役立っている。なお、脱退企業は、脱退より半年を経過すると収集しても無効である。2018年から、 番号統合がある。以下は、協賛会社の一覧である。なお、脱退したものも含む。なお、新協賛企業は、脱退した企業の番号も、利用可能となっており、企業が任意の番号を指定できる。ただし混乱を避けるため、前の企業が脱退してから、相当な期間が過ぎた番号に限られる。市場調査費1億円突破企業。 編集下記の企業は1986年3月時点で市場調査費1億円を突破している。市場調査費2億円突破企業。編集下記の企業は1986年3月時点で市場調査費1億円を突破している。協力会社は設備品購入を取り扱う会社であって自社商品にベルマークをつける協賛会社ではない。協力会社が扱う商品は原則としてべて。 ベルマーク預金で購入することができる。協力会社は下記の通りである。ベルマーク運動は上記の通り学校や公民館などの団体以外は登録参加できないが、応援、支援は誰でもできる。最近は個人や企業単位でマークや使用済みインクカートリッジを集めて近くの運動参加校などに届けたり、ベルマーク財団に直接送ったりするケースも増えている。 また地元の学校などの回収箱がスーパーや銀行に置いてあったり、朝日新聞販売所の店舗では個人で集めたマークを預かり、学校に届ける活動も広がっている。朝日新聞の会員制、サイト、アスパラクラブでは個人で集めたベルマークを寄贈することも可能である。会員は専用サイトにログインを専用の送付用紙をダウンロードして集計を行い、 ベルマークの実物とともに送付する。会員種別は問われないが、送付用紙には会員番号を記入しなければならず、この方法で寄贈できるのは会員のみである。ありがとうございます。